ありがとうございます。大阪から寄せてもらいました笑福亭福笑というものです。決して悪気があって出てきたわけはございません。怪しいもんやございません。どうぞしばらくの間こちらの方もお付き合いいただきます。私の方はね、今日は猫の恩返しというね、猫の恩返し、現代落語一席聞いていただきますけど、まあ恩返しギリがたい、まあ結構なことでね、恩返しをしたらば大概先方さんは喜ぶもんなんですけれども、まあたまには、時には相手方が困るという、そういう恩返しもあるもんでして、ほれ今新型ねコロナがまあよう流行ってます。もう亡くなった方までいてる、集団感染のあった年なんかもう大変ですわ。どうしてもマスクなんかでも不足がちになりますわな。防護服、マスク、みんなもう医療関係なんか大変やもんね。それを聞いたよその土地の人が、気の毒なって、ぜひともマスクを送ってあげないかんで、業者マスク買い集めて、ほいで送ってあげた現地へ。もうそら向こうの人大喜びですわ。ありがとうございます、助かります、本当にありがとう。みんな喜んでるんです。はい、明日みんなでお礼に行きます。来ていらんよ、来ていらん、お願い来んといて、感謝してんやったら来んといて。まあまあ恩返しもなかなか難しいもんですけどもね、猫の恩返しという現代のお話、あともうちょっとの間聞いていただきますけれども、普段何かい、普段何かい、お前猫のお前がわしに恩返しがしたいとこない言うんかい。そうです、わてお兄さんに恩返しがしとまんの、猫の恩返しかい。ほな隣の部屋で買ったんこっとん旗おんのか。それは鶴の恩返し、猫の刑で旗はおられしまえん。ニャイロン製やったらおれるやろ。理屈を言いなあんな、もっと違う恩返し。せやけどまたなんでそらへん、わしに恩返しがしたい。そうかてこの間わてお兄さんに助けてもらいました。助けてもうたて、野良猫のお前がニャンニャン泣いてるさかい、腹が減ってんのかいな。お前を抱いてキャットフード買いに行っただけやないかいな。さあわてあの時お腹が減ってたんと違いまんの。向こうのボスの手下に囲まれて危ないとこやったん。ほいでお兄さんに助けを求めたん。何かい、お前ら猫の世界もいろいろややこしい、ややこしいです。わてね、人間で言うたら女諜報部員、敵方に潜入してましたやけど、スパイがバレてあの時向こうのねアジトに連れてかれるとこやったん。そこたまたまわしが通りかかったちゅうわけか。そうです、わてにとったらもう千載一遇、最後のチャンス、ファイナルアンサー。お前遊んでんの違うぞ、お前真剣に聞いてねえと真面目に答え。せやと何やな、お前向こうのアジト連れて行かれたらお前もえらい目に遭わされんねやろ。そら当然リンチが待ってます。何をリンチ、何かい、昼飯食わしてくれんのか。それランチ、ランチ。もうお兄さんしょうもないこと言わんように、わてあんまり怒らさんように、ライブハウスの握手会連れてってほしいでっか。恐ろしいな、ライブハウスの握手会、今一番過激や、一番危ないぞそれは。 お兄さんなんぞ今望んでることおまへんか。望んでること何でもよろしいよ。豪華クルーズ船に乗りたいとか。乗りたないわ、青なんで乗らなあかんねん。ほな何かい、何でもお前望み叶えてくれんのか。まあ何でもちゅうわけにいけしまへん。わてかてな、やっぱり得て増えてがおますよってに。ドラえもんやったらお前4次元ポケットから何でも出しよる。ドラえもんと一緒にせんといてくれやす。同じ猫でも向こうはアニメ系、わては妖怪のカテゴリー。妖怪、妖怪だろお前、今えらいブームやぞお前。お前かて子供相手のお前イベントで。